千日荒は、日床の春巻一年草である。園芸植物として栽培されている。別名、千日草8月26日の誕生花花言葉、色あせぬ愛。変わらぬ愛草丈は50センチメートルくらい。禁煙種の牙の千日荒では1メートル近くになり、よく分子し、葉は耐性し、細長く、白身を帯びている。 前層に荒い毛が生えている。花は7月から9月にかけて咲き、直径2から3センチメートルで、松傘を少し押しつぶしたような形をしている。木花千日光金縁種の木花千日光は、大柄であるが、花付きが少なく、花色も冴えないカバ色で、ほとんど作られなかった。しかし、鮮やかな朱色の、ストロベリーフィールズという品種ができたため、人気種になっている。 ガンフリーナ族の植物は、アジアアフリカオーストラリアの熱帯地方と、アメリカ合衆国南部から南米にかけて100種近く分布している。干渉する部分はツトである。紅、白、紫、朱色、カバ色とピンクの花の中心部が白いぼかしになる品種があり、特に青紫と朱色は鮮やかな色である。ホトケやドライフラワーに最適である。 夏の暑さや乾燥にも比較的強く作りやすい草花である。植え付ける時には腐葉土を混ぜると良い。追肥はほとんど必要としないが与える場合には窒素分の少ないものが望ましい。種子にはもともと風に飛ばされるための翼が付いているが市販品はほとんどがそれを除去したクリーンシードになっているので巻きやすく発芽も良い。発芽適温が高い。服土は 種が隠れる程度にする。大きな苗の移植はつきにくくなるため、本場が出てきたら花壇などに、千日光で2 0トル間隔、木花千日光は2 5トルくらいの間隔に定植する。ありがとうございます。